はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は、ちょっとした、小ネタ的なところをお話ししたいと思います。チャレンジの報酬の中で超特殊能力を8個以上持つ選手を育成っていうのがあると思うんですけれども、これのわりかし簡単な、やり方をお伝えしていきます。これもう取ってるよっていう人に関してはもう大した情報じゃないんですけれども、超特殊能力8個以上持つ選手を作るためには、まずデッキの編成ですね、これは6人までデッキが組めるんで、もちろん全員金徳をばらけさせるっていうのは一つあるのと、あと高校ごとに金徳が一つ取れる高校があると思いますので、それを選んでいくと、例えばパワー校だったら騎馬との勝負でアーティストとか取れたりするし、暁大附属だと全員打倒で金徳が取れたりするので、それで一つ確保できて、7個っていうことになります。でそこからさらにもう一つ、超特殊能力を確保しないといけないんですけれども、これがなかなか大変で、考えると例えばコンボで金徳をくれるコンボがあったりするので、例えばスッスと、滝本ですね、重戦車をくれたりします。であとは仙道とハッチとかもコンボで金徳をくれたりするので、それを取るっていうのもありっちゃありなんですけれども、実はもっと簡単な方法があって、1人で2つの超特殊能力をくれるキャラっていうのが実はいるんですよ。しかも確定で、それが、ちょっとお伝えしたいところなんですけれども、はい。で、こちらが、超特殊能力8個持った選手になります。名前は超特殊能力8個くんですね。査定はやっぱりいいですね。 S5、これ実は千丸なんですよ。だいたいこういうチャレンジとかこなそうとしてるときに天才とか千丸とかが、来たりするんですけれども、まずは重戦車、これはレンちゃんからもらいました。で、ここで赤いのがあるんだけど、1級入魂、これは才賀ですね。で恐怖の満塁男がバンプの極限吸血で手に入れた金徳になります。で低級出打が、ひじりちゃん、通常バージョンのひじりちゃんからもらって、気迫ヘッドはほむらちゃん、魔術師は草野、上り竜がミサ、ちゃんになります。これで金徳は、7個になります。重戦車と、1級入魂、恐怖の満塁男、低級出打、気迫ヘッド、魔術師、上り竜で7個で、今回超特殊能力を8個つけるって言ってるんで、別に金徳を8個つけろとは言ってないんですよ。でしかも、超特殊能力を2つ確定でくれる人がいるんですよって言ったじゃないです か。それは、別に金徳を2つくれるとは一言も言ってないんですよ。なんじゃそりゃっていう感じですけど、でここで活躍するのが扇風機なんですよ。扇風機で扇風機は超特殊能力なんですよ。で扇風機って、何なのかっていう と、三振ですね。三振男の上位版なので超特殊能力扱いになります。これで8個になります。でちなみにこの扇風機に関してはレンちゃんですね。レンちゃんで二股をすると、最後確定で、扇風機がもらえますので、これで8個になります。ということで、こいつを登録していきましょうって、そう、ね、扇風機持ちで147とかね。これ多分1番か2番くらいに強いっすね、自分の中で。扇風機持ち超特殊能力8個くんで OK と、登録はしますか。ちなみにセカンドなんですよね、セカンド。多分100いくつだっけ、忘れちゃったけど、だってこいつ148がいるか、147とかだからね。ここ1軍見ても148がマックスでしょ。で2軍を見ても145のこの S5 くんがマックスなんで、いや強いっすね、強い方っすね。じゃあ誰をさよならしようかっていうと、左はちょっと才賀の挑戦状が次来るんで残しておきたいんで、117、116アイコンタクト持ちか。117はアイコンタクト持ちはちょっと入れときたいんで、この117くんを削除しますか。さよならと。登録しました。別に登録しなくてもいいんですけどね。これでチャレンジ報酬、超特殊能力を8個以上持つ選手を育成を達成ということで、
できました。ね、あのこれをね達成するだけだったら、レンちゃんねいいと思います。でレンちゃんは、重戦車と、まあ、扇風機なんで重戦車がね被らないようにして、であとバンプのね、金徳を取るのもそんなに難しくはないので、今だったらバンプ高校でレンちゃん入れて、二股して、あとはちょっとデッキにもよるんですけれども、まあ、あの被らないような、確定持ちがいれば、超特殊能力8個はわりかし簡単にいけるんじゃないかなと思います。まあ、よろしければこの方法でやってみたら、パワーストーン25個手に入るんでね、まあ、なかなか美味しいんじゃないかなというところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。